三島大通り商店街三島大通り商店街は、静岡県三島市にある商店街であり、三島広小路駅周辺旧東海道、三島大社周辺を指す。祭り催し物がある時を中心に、三島駅周辺よりも賑わう。途中、三島市本町で、静岡県道51号3等停車場線と、交差、さらに東へ向かうと、静岡県道143号3等。 多摩地停車上線の交点、さらに東へ向かった三島市中央町の東側付近で静岡県道21号3等裾野線と交差する。なお、これより若干東に進むと三島大社の正面鳥居が見える。古くから東海道として整備されてきた経緯がある。1952年指定の一級国道1号であり。 三島バイパスが1962年に完成、開通した以降の旧国道1号である。先術の通り、沿道、その周辺には様々な商店が立ち並んでいる。以下に挙げるイベント祭りの際には、三島大通商店街と三島広港寺駅周辺が歩行者天国となり、車両規制が取られる。本来、三島大社例祭が正式名称だが、 各種計画、運営及び宣伝をしているのは、三島大社ではなく、三島商工会議所であり、その商工会議所が、三島、夏祭りと呼んでおり、それが一般化しているため、以降、三島夏祭りと称する。三島夏祭りは、毎年8月15日から17日の3日間と、日数も長く、祭りの規模も大きく、無用し物も多く盛大である。 特に市民参加型の催し物については、三島大社側では、神賑やか行事と呼び、神祭りの神事を盛り上げる神への奉納の行事や余興として位置づけている。そして、この神事行事を企画運営しているが、もっぱら三島商工会議所でもある。催し物の中には、特殊神事行事として、手筒花火や裏休まい、人情、 舞などの三島大社に残る伝統芸能や武田流、やぶさめがあり、一般新事業事として三島林、農兵説、三島、三場踊りなど多したようである。特に代表的なのは拡張持ち回りで行う出し引き回しと、その出し台上で生やす三島林、子供しゃぎりである。ありがとうございます。